トニー・トラバートはアメリカ・オハイオ州シンシナティ出身の男子テニス選手。フルネームはマリオン・アンソニー・トラバートというグランドスラム優勝5回。1955年にグランドスラム3冠を達成。1955年から56年と全仏に連覇。1950年代のトップ選手として活躍した。1970年に国際テニス殿堂入り。 トラバートは、故郷のシンシナティ大学で、テニスのみならず、バスケットボールでも優れた選手として知られていた。地元開催の全米選手権には、1948年から出場記録が残っている。1950年、トラバートは、全仏選手権に初遠征し、同じアメリカのビルタルバートと組んで、男子ダブルス初優勝を飾った。相手ペアは、 ヤロスラフ・ドロブニーエリックスタージェス組であった。続く、ウィンブルドン選手権で、トラバートは、男子ダブルスで、バッジパティとペアを組み、準々決勝で、タルバートケンマグレガー組と6から4、31から29、7から9、6から2の長時間試合を戦った。第2セットに60ゲーム、総計94ゲームを要したこの試合に分かったが、トラバート パティ組は次の準決勝で敗退した。翌1951年からトラバートは男子テニス国別対抗戦、デビスカップのアメリカ代表選手になる。彼のデ敗イ初登場はアメリカンゾーン1回戦の対日本戦であった。トラバートは第3試合のダブルス戦と第4試合のシングルス戦に出場し、アメリカは終戦後デ配に復帰したばかりの日本を5戦全勝で、 圧倒した。アメリカチームは、フランクシールズ監督のもとに、トラバート、ビルタルバート、ディック・サビット、ハーバート・フラムが出場し、日本は、熊谷和也監督のもとで、中野文章、熊丸二郎、藤倉五郎の3名が出場した。デファイ代表入りした年は、全米選手権で、フランク・セッチマンとの準々決勝に進出している。この後、トラバートは、 アメリカ海軍に勤務し、その期間はテニス経歴が中断した。海軍の仕事を終えた後、1953年の全米選手権で4大大会男子シングルス初優勝を果たす。1954年は全仏選手権で男子シングルス、男子ダブルスの単覆2冠を獲得し、全米選手権の男子ダブルスで初優勝した。そして、 彼のテニス経歴のハイライトとなった1955年のシーズンが始まる。年頭の全豪選手権でトラバートはシングルス準決勝でケンローズウォールに6から8、3から6、3から6で敗れ、ここでつまずいた。全仏選手権では2年連続の単ク2冠を獲得し、男子シングルス決勝ではスウェーデンのスベン・デビットソンを2から6、6から1、 6から4、6から2で退けた。1954年全米選手権から1955年全仏選手権まで、トラバートはビッグセイシャスとのペアで4大大会男子ダブルス3、連勝を達成した。続く、ウィンブルドン選手権で、トラバートは準々決勝で前年優勝者のヤロスラフ、ドロブニー、準決勝でアメリカの同僚選手バッチパティを破り、 初めての決勝戦に進出した。トラバートは決勝でデンマークのクルトニールセンに6から3、7から5、6から1で解消し、デンマーク人選手として初のウィンブルドン優勝を狙ったニールセンを粉砕した。四大大会年間最終戦の全米選手権決勝ではトラバートはケンローズウォールを9から7、6から3、6から3で破り、 二年ぶり二度目の優勝を飾った。こうして、トニー・トラバートは、1955年度の4、大大会男子シングルス年間3冠獲得を成し遂げた。この一年間を通じて、トラバートはシングルスで年間18大会優勝、シングルス通算成績、106勝7敗、ダブルス年間12勝などの成績を挙げた。 過去の男子テニスにおける四大大会年間3冠は、1938年のドンバッチによる年間グランドスラムを除き、1933年のジャック・クロフォードと1934年のフレッド・ペリーがいた。目覚ましい成績を上げた1955年シーズンを終えた後、トラバートは1956年にプロテニス選手に転向した。プロテニスツアーでの成績は、 トラバートは全仏プロテニス選手権で1956年と1959年の2度優勝し全米プロテニス選手権で1960年に準優勝がある。1970年に国際テニス殿堂入り、選手引退後はテニスのティーチングプロになり、テレビ解説者としても活動してきた。1976年から1980年まで、 ドラバートは5年間デビスカップアメリカ合衆国代表の監督を務め、1978年と1979年にチームを優勝に導いた。2021年2月3日に死去した。90歳没。ありがとうございます。